内側半月が完全に断裂し、断片が浮遊する、状態大腿骨と脛骨の間の正常な内側半月半月板損傷は、膝関節の左右にある内側半月、外側半月が、スポーツ外傷、変性などにより損傷、断裂した状態の一般的な損傷で、半月障害とも言う。形態の差により、正常型と円盤型ディスコイドメニスカスに分けられ、 それぞれ病態が異なる。正常型は成人若年男性に多く発生し、スポーツ、交通事故、労働災害などの外傷が原因となる。発生部位は外側半月に多いのが特徴とされてきたが、近年はスポーツ損傷の増加で内側半月の方が頻度が高くなった。中でも降雪部の断裂が多く見られる。自覚症状としては、疼痛、主張、 歩行障害、膝折れ減少ギビングウェイなどが見られ、多角的には、可動制限、筋萎縮、肝豚、水腫、圧痛などが現れる。円盤型は幼児から見られることがある。正常型のものに比べて若い世代に発症し、女性にやや多い。先天性形態異常とされ、徐々に変性を起こし、多摩発膝、肝豚などが認められるようになる。 外側半月理間が圧倒的に多い。治療に際しては、外傷性の急性期のもので、関節砲白離である場合には、保存的に治癒するが、実質内のものは、手術的に包合、切除を行う。近年は、関節教師化手術が施される。半月にはこのほか半月のオシュマニスケルシスと、国家症ルネラなどの障害もある。バネ膝は、 半月障害などの症状として見られるもので、玉発膝とも言う。膝関節の屈伸運動の際、一定の角度で抵抗があり、その角度を通過すると急にバネ状に屈伸できるようになる。原因として最も多く認められるものは、円盤上半月の存在である。通常の半月より厚く幅広いため、関節運動において内部に変成、水平列を生じ、 同調しなくなるために起こるものとされる。屈曲位から徐々に進展した場合、20度から30度付近で、この現象が起こることが多い。マックマレーテストマックマレイテストは1928年、イギリスの整形外科医、トーマス・ポーター・マックマレイが提唱したテストで、マックマレー症候マックマレイ、S サインにより、内側半月障害を検査するものである。被検者をとし、検者は、 片方の手指を内側関節列撃に触れ、もう一方の手で側部を握り、下体の回線動作、屈曲動作を行う。完全屈曲位から下体を外線しながら進展していくと、関節列撃に半月の出入り、もしくは雑音を触れる。反対に、完全進展位から下体を外線しながら、屈曲していく動作も行うことが望ましい。公設損傷に陽性率が高い。 外側半月障害に対して、課体の内線で、同様の動作を行うと良いともされるが、本来のテストは、内側半月障害用のものである。南山道医学大辞典南山道2006年3月10日、発行 ISBN 978から4から525010294。ありがとうございます。